お前さ、早く結婚した方がいいよ。飯とか超大事、飯食ってんのちゃんと。あとそのコミュニケーション大事よ、それ。お前全然できないじゃん。お前のために言ってんだから、ね、マジで。だからさ、こうやって俺もさ、忙しいけどさ、飲み連れてってやったりとかしてるわけじゃん。いいでしょ。うん、そうっす、はい、大変なのさ。まあ、じゃあお会計にするか。あ、すいません、お会計。疲れたな。緊急事態宣言が発令されて、会社はリモートワークとなった。特に困ることは何もなかった。誰にも会わないから、服だって毎日同じでいいし。ご飯はアプリで注文すればすぐに届くし、買い物だって置き配があるから、人と会わなくてよい。人の生活を SNS で覗き見して、たまに楽しむ。人との関わりといえばその程度で、誰かと会わなくたって何も問題はない。人と話さなくても生きていける。そもそも面倒くさかった上司との飲み会に行かなくて済む。何不自由ない生活を送っていた。なんだかおかしい。もう2ヶ月近く人に会っていない。何も変わらない日常が、ただ過ぎてはまたやってくる。今は今日で、これは昨日で、昨日と今日の違いは何だったのだろうか。同じ日が繰り返し繰り返し繰り返し繰り返す。きっとまた眠ったら同じ今日がやってくるんだ。他人のさ、よくわかんねえどっかの飯のやつとかってさ、楽しいよ。飯食ってんのか。飯は大事だよ、人と飯食って。なんか YouTube とか見ながらさ、飯食ったりしてんでしょ。あとあれだ、ちゃんとコミュニケーション取ってよ。やっぱこうやってさ、こう話すとさ、違うじゃん。いいじゃん、やっぱちゃんと会って、こう目と目と目あってさ、話さないとさ、そういう間とかさ、雰囲気とかさ、つかめない。それすげえ大事だ。お前もやってんのは、なんかこう携帯のさ、チャットかなんかでさ、こう出会い系っていうのは何か、チャットとかさ、でよくわかんねえやつ、女とかさ、好きになれんの。早く結婚した方がいいよ。お前も何を思ってんの。やっぱこうやってちゃんとさ、人と人がさ、一緒になって話したりとかさ、そういうの大事よ。お前も何を思ってんの。お前も何を思ってんの。上司はいつものようにめんどくさい。